ちゃっ、こんにちは、はい、さあ豊さん、はい、今日は豊さんの選ぶ今シーズンの新人王と MVP 大発表、はい、ということですけれども、まあね、新人王は、まあ、前回の動画でも話したように一生に1回、しかも期間がもう限定されちゃってるんですもんね、取れる期間、まあ、プロに入った選手もいるけども、うん、アマチュアの選手も含めて、うん、若い子の代表みたいな感じになるよね。はい、難しいな。でもな、選ぶと、いや、 やっぱね、うん、春先知ってるか、知ってます、今渡辺が出るよって、うん、ね、で、いや、俺は西舘行くんじゃないかって、はい、コメント欄見てましたよ。もう怒られたな何言ってんだお前、どこに目つけてんだって、はい、でそのままそっくりお返ししました、ね、そうですね、今 この動画ですと、まあ、俺らにも返ってきたと思うけど今、ね、確かに新人王は出だしがね、もちろんインパクトあって、うん、まあ、そうだなと言っても、途中でやっぱりね、ファームに行ったりとか、いろいろなかなかね、ずっと通して出ることが新人って難しいですもんね、はいはい、難しいです。でやっぱり新人王といえば記憶に残ってるものは、あの牧選手、ああ、5、6人なんか特別賞みたいな、やめろみたいな、そんなの、そう、あの時カーブの栗林投手が取ったんですよね。そうそうそう、なんかあのオリンピックとかもあったり、そういう印象もあったりで、そうそうそう、牧選手、まあ確かにあの時のレベルは高かったな。高かったですね。高かったけど、特別賞とかさ、うん、なんかお茶を濁すようなことすんじゃないよみたいな、まあ、そんな感じは受けたけどもね。あの時ありましたもんね、うん、で去年は去年でセリーグは、ね、村上頌樹投手が、そうだな、彗星のごとくね、出てきてね、そうです、新人王、ね、MVP も取っちゃう、 MVP もダブルですごかったですし、ね、なんか毎年やっぱり何かこう、ね、話題があるとか、まあ、ドラマもあるし、うん、そのあもうこれ一択だなって思ったものが追随してくる、うん、そうなんです、まあ、選手もいるしね、はい、うん、だから逆転というかさ、うん、そういうこともあるし、今年はどうですか、まあ、セパ通してなんですけど、豊さん的に、まあ、ドラフトで入ってきた選手、あと、まあ、新人の選手たち見て、どういう傾向でした、今年って、なんかありますか。やっぱさ、投高打低、はい、だからやっぱピッチャーの方が有利なのかなっていうのは感じたね。ああ、やっぱ何年も飯食ってる野手の人たちがさ、打率が上がってこないんだもんね、なかなかね。そうでしたね。だから3割バッターっていうのも、もうあのセ・リーグ、パ・リーグ合わせても10人もいないという、少ないですね。なあ、10人もうどころじゃないよね、本当、うん、少ないというかね、はい、いやだから数字を並べて見ちゃうじゃない、はい、ね、えそうなってくるとやっぱもう、あ、野手っていうのはこう厳しいなっていうのは感じる。野手はそうですね、うん、いやだから、まあ、ピッチャーの方がやっぱ力をつけて優秀なんだなっていうのは分かるけどもね、うん、はい、やっぱり過去の、ね、受賞者を見てもどうしてもやっぱピッチャーが多くなってくるっていう傾向も、ね、まあ、まあそうかも分からない、ね、まあ、いきなりねプロのピッチャーに対応する野手って難しいよ、うん、なかなかいないよ。そうなんですね、はい、まあそういったちょっと傾向も踏まえつつ、はいはい、まずは、新人王からいきたいと思います、はい、セ・リーグ、まあ、セ・リーグね、はい、あのね野手、うん、やっぱ見たんだけど、はい、ちょっと打率が悪すぎるな。例えばどういったまあ田中美希也とかさ、はいはい、まあそういう選手を、はい、やっぱり2割2分ぐらいしか打ってないんだよね。あ、うん、だからリバリングじゃさ、うん、ちょっと話にならんなっていうような、そうです、まあ、そんな感じがしたし、うん、いやだからといって規定打席に達してフルイニング出たりだとか、はい、いろいろしてるかっていうとそうでもないし、離脱もありましたし、そうだね、だからやっぱピッチャーの方に目を向けると、うんうん、まあ、いろいろピッチャーもね新人の権利ある方たちいますけど、まあそうだな、はい、まあ途中石田がね DeNA の彗星の男4連勝みたいな、そうですよ、いやこれもいけみたいな、はい、だからまあちょっと勝てなくなったりとか、はい、その前に渡らないな、そうですね、まずは開幕でバカンホームラン打ってやったぜベイビーみたいな、すごかった、鮮烈でしたね。いや本当だよ、そうですよね、本当もうこのまま行けばな、うん、みたいな感じがあったけども、うん、やっぱりないろいろあって守備のとかあって、はい、まあ、ファーム暮らしが多くなってみたいな、うん、感じがしたしね、ありましたよね、まあ、西舘にしたってそうだよね、西舘投手もね当初、まあ、もういやもうあの開幕から抑えの、はい、そうですよ、ね、後ろもう10試合がなんか連続ホールドポイントかなんか稼いだりとか、うんうん、いろいろしたけどもね、そうですよね、うん、あとは途中からですけれども浅野選手、ヘルナンデス選手が離脱してから巨人の、はいはいはい、まあ、そこから出てきて、まあ、確かにちょっとね試合数という意味であれかもしれないんですけれども、うん、頑張ったなっていう印象もありますし、浅野なんか40試合しか出てないもんね、そうなんですよね、うん、
だからまあそんな中、そんな中やっぱ二択を選びました。お、二択になったんですか。はい、どなたとどなたですか。広島の黒原。あ、黒原投手。はい、そうですね。で、船迫さんは巨人。ああ、巨人。この2人、まあ、お二人に共通して言えることが中継ぎということだよね。そうな、あ、そうだ、先発じゃないんですね。そう確かに。で防御率が 2.11、うん、黒原、はい、で船迫様が 2.37、はい、で黒原53試合、はい、船迫様51試合、はい、共に4勝うーんで黒原は3敗、はい、で船迫様は0敗、はい、ね。で一番違うのがさ、はい、ホールドポイント、はい、黒原が3、はい、船迫様が22。わあ、本当だ、ね。はい、ただイニング数が黒原が 59.2、うん、はい、船迫様 38.0、うん、ああちょっと待って、だから船迫様ってワンポイントとかもあるから、あ、だからちょっと少なくなってる、はい、黒原っていうのは1イニング完結っていうことも結構あったんで、うん、考え抜いた結果、苦しかったですね。いや、苦しい。どの数字を重視するか。あ、ただ、はい、やっぱ投げてるポイント、うん、ポイントっていうか、そのどういうところ、うん、でチームがどうだったかのか、うん、ね、やっぱ優勝したところでマウンドに多く上がってた船迫様かなという。おめでとうございます、船迫様投手、ね。まあこれ勝負が決まったわけじゃないからな、豊さんが選ぶのは大丈夫です、はい、が、いや、黒原もすごくよく頑張ってたしね、はい、あの全然なんていうの、昨年とは、うん、もう人が違うみたいにしっかり投げれるようになってるし、もともと大学の時からこう変化球とかね、うんうん、まあ、非常に多彩なピッチャーで期待はしてたんだけど、はい、まあ、今年ね、やっと芽が出るような形だったんで。そうですよね、今年最初ね、うん、先発、一試合先発で投げたんですけど、あの渡来選手にデッドボールなんかもあったりとかして、そうだね、はい、でそこからまあまた中に行って、あの鉄壁な中継ぎというか、まあそうだね、はい、カープの作ったんですけど、まあ、最後はね、ちょっと失速という形になっちゃいましたけど、まあ、だから、なんていうのかな、船迫様っていうのはすごく、うん、安倍監督に見出されたというかね。そうですね、うん、やっぱ変則っていうのは、うん、今年日本シリーズでね、中川という、はい、まあ変則でも変則中の変則だけどね、中川はね、はい、まあだけど船迫様っていうのも多少変則でね、はい、サイドスローで、うん、あの投げてるピッチャーで、まあ、非常に力を発揮したかなというね。そうですね、まあ、そんな感じがする、ね、表情を本当に変えずにきちっと抑えてマウンドをね、降りるという。まあそうだね、豊、うん、さん的にはじゃあ巨人の船迫様投手、まあもう本当にね、双璧と言ってもいいと思うんだけども、うん、ただそのチームが優勝した中で、うん、その緊迫感の中で投げた船迫様、うん、残念ながら失速していったカープ、うん、はい、まあ、その中で投げてた黒原とはちょっとやっぱこう違うかなという、うん、そうです。苦しいのは黒原投手ですよね、苦しかったと思うけども、はい、まあだけど船迫様もね、プレッシャーに勝って、ね、はい、投げ切ったという、うん、はい、まあ、そういうところを考えると、うん、船迫様と、はい、はい、なりました。さあ、はい、続いてパリーグの新人王ですけれども、はい、これパリーグもうね、皆さんこう多分、まあね、1人頭に入れると、いやいや、もう10勝挙げたし、はい、ね、まあそうだろうなという、うん、ね、だってあれでしょみたいな、最下位のチームで一人頑張ってたじゃない。そうですよ、10勝6敗、10勝6敗竹内そうですよねって思うでしょ。思いますよ。だけど俺はね、対抗馬として、はい、オリックスの小田島投手、はい、はい、竹内が防御率が 2.17 に対して、はい、小田島、うん、0.79、すごい防御率ですよね。で竹内が21試合、これは先発の、うん、カウントだけどもね、はい、で小田島50試合、はい、もうほとんどね、オリックスが故障する中継ぎ陣の中で、うん、はい、ルーキーの小田島がもう孤軍奮闘というかさ、はい、もう本当に一人で投げてたなっていうような感じがするんだよね、はい、で、うんうん、勝利数が、まあ、先ほど言った竹内が10勝、はい、小田島2勝、はい、で敗戦が6敗、うん、で小田島1敗というね、はい、でホールドポイント、うん、もちろん竹内はなし、うん、はい、小田島は24という、はい、で投球回、はい、ね、竹内、うん、145.1、はい、小田島、はい、45.2、うんうんうん、ね、規定投球回数に達してるんだよね。そうですね、竹内はね、ギリだけどもね、はい、うん、まあ、小田島はデビューから22試合無失点という、うん、
作りましたよ、まあ、日本記録タイ記録なんだよね、はい、あれなんで抜けないのかなと思うよね、あそこまで行ってなんでしょうね、最後の1個がそういうのありますよね、あるよな、うん、だから非常にね、うん、小田島の活躍っていうのは見逃しちゃいけない、そうですよ、これ見逃してる方多いかもしれないですね、もしかすると、まあそうだな、うん、まあ悲劇のチームでね、うん、小田島っていうのは絶対押してくると思うけど、はい、まあ、他のね球団でね、うん、押す人っていうのはなかなかいないかもわからないですね、そうですよね、でも新人2人目の50試合、はい、50試合以上以上で0点台という、うん、防御率がね、はい、うん、だからいや本当にねこの数字を見る限りでは、うんうん、オリックス小田島いなかったらどうなったんだろうなっていうような、確かにそうですよね、うん、で来季はどうやら先発に転向するという、まあこのまま投げ続けたら故障するよ、ま、小田島、そっか、中津さん、まあ力投派だし、そっか、なので先発転向ということなの、まあそうだ、ね、なりそうなんですけれども、まあ、しかし、しかし竹内だ、ああそこは西武の竹内投手、10勝しなかったら、はい、9勝だったら俺は小田島、うんうん、でも2桁いって、うんうん、やっぱ投球回数は 145.1、はい、やっぱ規定投球回数に達したということだ、そうですね、そこがポイントになった、それと防御率も 2.17 という ね、 いいね、うん、小田島は0点台だけどね、はい、0.78 だけど、でも小田島がじゃあ145イニング投げたとしたらこの防御率を保てたかというと、まあ難しいところがあるよね、はい、まあ、それを考えるとやっぱ竹内かな、うーん、そうなりそうですね、中継ぎで使われるピッチャーってかわいそうだよね、あのどうしてもね先発の方に目がいってしまって、そうなんだよ、中継ぎってどうしても、ね、あの楽天の渡辺もそうなんだよね、はい、うん、渡辺の中継ぎで俊平太と、はい、山下俊平太と争って、はい、やっぱり先発をしてた、そうだ、まあ、10勝はしなかったけど俊平太はね、はい、やっぱこう俊平太に行ったという、やっぱ先発の方が印象深いんだろうな、やっぱ記者さんが印象っていうところで、うん、やっぱそうなんでしょうね、どうしても先発っていうところに行きがち、もし、ね、竹内投手がいなかったらやっぱり小田島投手が新人っていうのは言ってたと思うよ、ますよね、まあ、でもきっとあの間違いないと思う、そうですよね、まあ、惜しいよな、確かに、あの特別賞に値する、あこれはもう特別賞いいですね、いいですね、いやダメだよ、ダメか、もうそんな特例みたいなの作らない、お茶を濁すようなこと、ダメか、はい、さあ、はい、MVP です、あ、MVP ね、いきましょう、セパ一人ずつ、まあ、1年間一番活躍した野手、はい、もしくはピッチャーに与えられる賞ですけれども、豊さん、まずセリーグの MVP は誰ですか、菅野だな、巨人の菅野投手、うわ、やっぱ感動的な復活劇だったな、でしたね、やっぱ巨人が優勝するのに条件付きで菅野が2桁勝ったらできるんじゃないかとか、はい、そういう評価が多かったんだよね、うん、でやっぱまだまだ菅野に期待してる、うんうん、周りの人たちのたくさんいたし、はい、まだまだできるという目を持ってた人たちがたくさんいて、うん、やっぱ菅野が復活しないと戸郷だけではやっぱり優勝は無理だよっていうようなことを多く聞いてたんだよね、うん、俺もそのやっぱ菅野が勝たないと、うん、やっぱ巨人は苦しいだろうなと思ってて、はい、見事にやっぱ小林とセットを組ましてな、そうですね、やっぱ阿部監督が復活させたと思うよ、正直豊さん、そのシーズン始まる前菅野投手が今シーズン最多勝を取るっていうのは、あ、最多勝まではちょっと、でも10勝はするんじゃないかって本来の姿に戻ればね、はい、まあ、10勝2桁はいくんじゃないかなと思ってたけども、うん、あそこまで星を伸ばしていくとは思わなかった、そうですね、やっぱなかなか打てなかったもんな、あえてね、バッターたちが、いやだから見事だったと思うよ、あとあの本当年間通じてずっといいピッチングを保ってましたよね、うん、途中でなんか崩れることもなく、うん、やっぱそれすごいなっていう、そうだな、まあ小林の力というのはね、うん、そういう意味でも大きかったと思うよ、そうですよね、うん、やっぱりいいコンビだな、あの二人は、そうですね、メジャー連れてきゃいいのか、いやなんか本当に見たいですよね、向こうでもね、そうなんですよね、 あと菅野投手はあの今シーズンあの大城選手に試合中に取れよっていうあのシーン一塁でな、そうです、キャッチャーでも文句言われ、ファーストでも文句言われみたいな、そうですね、まあ、後輩だからね、直系の後輩だからもうしょうがないけどな、まあ、だけどなんかベテランならでは、まあ、でもそのぐらいやっぱこう勝負に徹してたという ね、 そうですね、菅野の姿を見れたなっていう、うん、まあ、昨年とかちょっと淡泊なところがあるなっていうふうに思ってきてて、はい、どうなんだろうって思ってたら、うん、まあ、今年はね、うん、やっぱそういう勝負に対する執念だとか、はい、
まあ、しつこさもあったし、うん、だ非常にいい姿だと思う。でもそれはね、あとはやっぱりちょっとイラッとしたりとかなかなかストライク入らないってなってうんっていう表情の時にやっぱり小林選手がちょっと声かけに行って、まあ、笑顔でね、そうするとこう緊張が緩んでみたいなシーンも何度もあったので、うん、そういうところもやっぱり影には小林選手のっていうのもあったんでしょうね。そうだな、うん、はい、さあ MVP は豊さん、セリーグは菅野投手、まあ、菅野は結構ユニフォームハイウエストだよねそうです、言われてます、そうです、そう関係ないか、めちゃめちゃハイウエストです、うん、あれが来年見れないっていうのは寂しいよな。多分メジャー行ってもハイウエストでしょうね。足がまあ長いんですか、どうなんやろな、意外にハイウエストですね。なんでハイウエストなのかな、なんですかね、やっぱその方がちょっとグッて行ってた方が締まりがいいんですかね、か分かんない、それはメジャーでも見せてくれるとは思いますけれども、はいまあはい、さあパ・リーグの MVP 誰でしょう、はい、まあ、迷ったな、うん、おこれは誰と誰ですか。やっぱ山川が2冠だし、はい、とか、まあ、有原とかモイネロとかね、はい、まあ、先発転向して防御率のタイトルを取ったりだとか、まあ、いろいろしたけども、うん、この投稿打点の中で、はい、やっぱ近藤のバッティングはちょっと一味違ったなと思ってさ、はい、で山川も2冠取れたのは近藤のおかげだと思うよ、うん、近藤が後ろにいるからやっぱ勝負をしなきゃいけないんだよね、相手ピッチャーもね。だからそれを考えると近藤の力っていうのはやっぱでかいなと思ったね、うん、で山川が打てなかった時に必ず打ってくれたのが近藤だからでしたね、うん、いやだから近藤の力はでかいなと思ったよそうですよね、本当に日本ハムの時はいやらしいバッターだったけど、うん、ソフトバンク行ってから怖いバッターになったもんね。その一発ももちろんあるので、ね、あとあのオールスターの時のホームラン競争もそうですけど、うん、すごいですね、やっぱ技術があるよすごいなって思いました、うん、いやだから近藤にあげたいな、うん、まあ首位打者よというね、まあ、タイトルは取ったけども、はい、うん、ホームランとかね打点とか、うん、まあ、そういうことではなかったけども、うん、やっぱ近藤の力っていうのはあったなっていう思うよ、うん、今年も光ってましたね、うん、まあ、ね、誰が取るんだろうね。そうな、やっぱパ・リーグの MVP は誰が取るのかなっていう、まあ、セ・リーグもそうですけど、パ・リーグの新人王は竹内投手がおそらく取るんじゃないか、うん、はい、ただ他3名は新人王、セ・リーグの MVP、いやだから、まあ、2冠をね、うん、山川とか打点ホームランとかね、はい、まあ、取ってるし、最多勝、はい、優勝してるチームから有原が出てるし、うんうんうん、まあ、モイネロの防御率1位と、はい、で対抗馬に伊藤大海というね、はい、5完投してるというね、そうですね、まあ、そこら辺もいるし、うん、まあ、セ・リーグの場合は菅野がちょっと硬いかなという、ね、うんうん、感じがするし、まあ、船場様がどうなのか、どうなのか、黒原投手になるのか、はい、まあ、ちょっとわからないけどもね、はい、まあ、そういった形で決着を見せるのかなっていうふうには思うけど、そうですね、はい、あとはまた皆さんが考える、新人王だったり MVP、はい、いましたらぜひコメント欄にも書いてください。はい。